い、望月凛です。今回はグローバルリーダー育成を専門とした GL アカデミアの設立者である塚本亮さんの書かれたすごい早起きを解説していきます。この本は一言で言うと早起きで人生を成功に導く方法がわかる本だ。早起きか、俺苦手なんですよね。毎日夜更かしして朝はギリギリに起きるっていう生活を送ってます。それは本当にもったいないことだな。いいか、朝というのは人生を一変させる大きな力を持っている。え、そんなにですか。ああ、著者の塚本さんは高校生の頃は偏差値30代の落ちこぼれだったそうだが、その後は一気に成績を上げて同志社大学に入り、最終的にはケンブリッジ大学まで進学した。え、どうやって。なぜ急に塚本さんの成績がアップしたのか。それは早起きで朝の時間を有効活用できたからだと塚本さんは言っている。今回の授業を受ければ早起きをする方法を身につけて人生を成功へ導くことができるようになるだろう。それでは早速授業を開始する。心して刮目せよ。よろしくお願いします。一つ目は朝時間の使い方が一日を決めるだな。まずは早起きするメリットから紹介していこう。実は朝起きてからの 2,3 時間は脳のゴールデンタイムと言われている。ああ、なんかそれ聞いたことあります。眠っている間に私たちの脳は整理整頓され、起きた時にはすっかり整って綺麗な状態になっているんだ。だから同じ仕事でも夜ではなく朝取り組むことでスイスイ進むようになる。なるほど、そういうことだったんですね。さらにそうやって朝時間を有効活用すれば、朝からこんなに仕事がはかどったから今日はやれる気がすると朝からモチベーションを一気に高めることができる。つまり朝からやる気に満ちた状態で一日をスタートできるんだ。朝からロケットスタートを決められるってことか。そういうことだ。早起きして順調なスタートを切れれば、その後もモチベーションが高い状態が続き、一日を有意義に過ごすことができるようになるわけだ。朝どう過ごすかで一日が決まるってことですね。その通り。だから朝をどのように過ごすかということは、その一日の過ごし方全体を決めるほどの大きな力を持っているんだ。そう考えると朝の時間を無駄にするのはもったいないことだと思わないか。次はやりたいことをリスト化するだな。早起きが大事なのは分かりました。でも実際に早起きしようと思ってもなんだかんだ起きられなくて。では早起きを成功させるコツをいくつか紹介しよう。まずは早起きしてやりたいことをリスト化するといい。例えば昨日買った本を読みたいとか、資格試験の勉強をしたいとかだな。これをスマホのメモやノートに箇条書きで書いておくんだ。こうすることで早起きする目的を明確にすることができるぞ。早起きの目的？ああ、実は早起き習慣が身についている人ほど早起きをすることを目的にしていない。彼らは運動したいから早起きするみたいな感じで、やりたいことをやるために起きているんだ。早起きというのはそれをやる時間を確保するための手段だというわけだな。なるほどな。だからお前も早起きする目的を決めるといい。早起きしたらやりたいことを明確化しておけば、やりたいことに取り組めるぞとワクワクしながら目覚めることができるはずだ。確かに朝から自分のやりたいことができると思うとワクワクしますね。そうだろう。人間は基本的にやりたいことをやる、不快なことから逃げるのどちらかの理由で行動を起こす。だからやりたいことをリスト化することで行動を起こす理由を作ることができるわけだな。そういうことか。楽しみなことがあるから早起きしたくなる。この心理状態を作り出せればスムーズに起きることができるようになるだろう。次は睡眠ノートを書くだな。早起きのコツ2つ目は睡眠ノートを書くことだ。睡眠ノート？ああ、早く寝たいのにいろんな考えが浮かんできて眠れない、そんなことはないか。ありますあります。それで結局眠るのが遅くなってギリギリまで起きられないんですよね。睡眠ノートはそんな状況を防いでくれる。おお、それはいいですね。で、どんな方法なんです？やり方は簡単だ。寝る前の5分間明日やることをノートに書くだけだ。え、それだけでいいんですか？ああ、大事なのは今日やったことではなく明日やりたいことを書くという点だ。ベイラー大学とエモリー大学が57名の被験者を対象に行った研究によると、就寝前に明日やることリストを書いた人は今日何をやったかを書いた人よりも圧倒的に眠りにつくのが早かったそうだ。へえ、すごいな。明日やることを書き出すという作業をすることで、明日あれをしなきゃという心残りがある状況に終止符を打つことができる。その結果、就寝前に頭にぐるぐると考え事
が巡ってしまうという状況を避けられるというわけだ。なるほどな。一度頭の中のモヤモヤをノートに移しちゃうってわけですね。そういうことだ。もし早く寝たいのに寝つけなかったり、ベッドの中で考え事をし始めた時は、一度ベッドを出て明日やることリストを書いてみるといい。そうすれば頭の中がすっきりとして気分よく眠れるようになるはずだ。次は睡眠パターンを固定するだな。なるべく起きる時間と寝る時間は固定するようにしよう。例えば22時には寝て5時半には起きるというように決めてしまうんだ。俺は特にそういうの決めてないんですけど、決めなきゃダメですか？ああ、絶対に決めた方がいい。なぜなら人にはサーカディアンリズムというものがあるからだ。これはいわゆる体内時計のようなもので、私たちは通常朝起きて昼に活動し夜に眠るという24から25時間で一周する生活リズムを送っている。ふむふむ。毎日日光に浴びるとサーカディアンリズムはきちんとリセットされて、一日のリズムが一定に保たれるようになる。だが不規則な生活を続けてしまうと、このリズムが崩れて睡眠にも大きなダメージを与えるようになるんだ。するとどうなるか。睡眠の質が落ちて早起きできなくなる。なるほど、早起きにも悪影響なのか。そうだ。だから毎日7時間寝ると決めたら、それ以上は寝ないこと、そして時間も固定するといい。そうすることで睡眠の質が保たれ、早起きもしやすくなるはずだ。わかりました、気をつけてみます。うん。ちなみに睡眠は最低でも6時間以上は取るようにしよう。6時間以上を最低ラインとして、自分がすっきり起きられる自分にとって最適な睡眠時間を探すといいだろう。次は就寝前に軽くストレッチするだな。就寝前にぜひとも取り入れてほしい習慣を紹介しよう。それは寝る前のストレッチだ。ストレッチですか？ああ、軽くストレッチをして体をメンテナンスしてあげるんだ。そうすることで睡眠の質が上がり、翌朝もさっと起きられるようになる。それと同時に起床後は体が軽くなっているのも感じられるはずだ。体のメンテナンスか、考えたことなかったな。ぜひ寝る前のルーティーンに加えてみてほしい。特に普段デスクワークで椅子に座っている時間が長い人は、腰や肩に疲れが溜まりやすい。このあたりを重点的にケアしてあげるといいだろう。俺も毎日デスクワークで肩こりがひどいんですよね。試しにやってみるか。そうするといい。ベッドの上で軽くストレッチをするだけなら、準備するものはないし、そこまで負担にもならないだろう。これを習慣化すれば、ストレッチをするイコール寝る準備と体が認識するようになり、ストレッチをすると自然と眠くなるようになってくるはずだ。ストレッチをすることで睡眠のスイッチが入るようになるわけですね。そういうことだな。ちなみにトレーニングの時のようにじっくり時間をかけてやるのはおすすめしない。そうすると体に負担がかかり、かえって寝つきが悪くなることもある。あくまで軽くということを意識するといいだろう。次は朝は集中力が必要なことをするだな。ここまで早起きを成功させるためのコツについて話してきたが、ここからは朝の時間の活用法について解説していくぞ。よろしくお願いします。集中力や思考力を必要とする仕事や負荷のかかる仕事はなるべく朝にやってしまうといい。先ほど説明した通り、起きてからの 2,3 時間というのは脳が最も活動的になっている。頭を使う仕事は脳がフル回転している間に一気に片付けてしまうといいだろう。確かに午後になるとどんどんやる気がなくなってくるので、重い仕事は朝のうちに片付けちゃった方がいいのかもしれません。ああ、朝のうちに今日やる仕事を一覧にして脳を使う仕事とそうでない仕事に分けて取り組む順番を決めるといい。そうすることでよりスムーズに仕事をすることができるようになるだろう。そう考えると取り組む仕事の順番を考えるのってすごく大事なことなんですね。そうだぞ。頭が働かない時間帯に一生懸命頭を使う仕事をしていても時間ばかりかかってもったいないだけだ。そういう仕事は朝の時間に一気にこなして効率的に仕事を進めていこう。はい、企画書の作成とか新しい提案を考えたりとかは朝のうちにやっちゃった方が良さそうですね。そうだな。朝は集中力が高いだけでなくアイデアも湧きやすい。だから何かを発案したりアイデアが必要な仕事は朝のうちにやってしまった方がいいだろう。次は時間を短く区切るだな。何かに取り組むときはストップウォッチやアラームなどを使って時間を短く区切りながら作業を進めていくといい。そうすることで集中力が途切れにくくなり、集中力を保ち続けたまま作業を進められるようになるぞ。時間を短く区切るか。ああ、遠くに締め切りを1個設けるよりも小さな締め切りがいくつもあった方が集中力は切れにくくなるんだ。夏休みの宿題もそうだろう。31日までにこれを終わりにしなさいと言われたら、初めは良くても途中でやる気がなくなってきて
結局ギリギリになるまで放置してしまう。だがもしも読書感想文は7日までに、自由研究は10日までにといったように、それぞれの締め切りが決まっていたら、気合を入れて取り組むしかなくなるはずだ。確かにそうですね。締め切りまでが長いと途中でだれますからね。そうだな。それと一緒で、小さな締め切りをたくさん作っておくことで、集中力を保ち続けたまま作業を進めていくことができるんだ。だから朝早起きして資格試験の勉強をしたいと思うのであれば、このページの問題は20分間で解くぞというように、自分で締め切りを作るといい。そしてそれをストップウォッチなどで細かく管理するんだ。そうすることで集中力が切れにくくなり、より朝の時間を有効活用できるようになるだろう。最後は環境を変えるだな。朝の時間を有効活用するためには、家以外の場所に移動することもおすすめだ。もし早起きして勉強がしたいのであれば、家ではなくカフェなどに移動するといい。家だとダメなんですか？ダメというわけではないが、家の中には集中力を妨げるものが多い。勉強しなきゃいけないのに本棚の漫画が目に入ってしまい、つい読んでしまったなんて経験はないか？ありまくりですね。そうだろう。他にもテレビやゲーム、趣味のものなど、家の中にはそういった誘惑がいっぱいある。それなら誘惑に打ち勝つために、無駄な意志力を使うよりも、初めから自分を誘惑するものがない環境に移動してしまった方がいい。カフェで勉強すれば、手の届くところに漫画やゲームも置いていないから、家で勉強するよりも集中できるはずだ。なるほどな。そうすれば確かに勉強だけに集中できますね。うん。それにカフェのように少しざわざわした空間の方が、完全に静まり返った空間よりも集中しやすい。静かすぎる場所だと眠くなってきますしね。確かにそれもあるな。やりたいことがあるのなら、それに集中できる空間に移動する。そうすることで、やるべきことにより集中しやすくなり、朝の時間を有意義に使うことができるようになるだろう。まとめだな。朝時間の使い方が一日を決める。やりたいことをリスト化する。睡眠ノートを書く。睡眠パターンを固定する。就寝前に軽くストレッチする。朝は集中力が必要なことをする。時間を短く区切る。環境を変えるだな。今まで早起きすることに必死になって毎回失敗してましたけど、早起きして何がしたいかを考えることの方が大事だったんですね。ああ、早起きというのは、やりたいことをやる時間を確保するための手段に過ぎない。朝の時間を使って何をしたいのか、何を成し遂げたいのかを考えれば、ワクワクしてきて早く起きたいと思えるようになるだろう。俺もまずは朝にやりたいことをリストにするところから始めようと思います。そうするといい。朝の時間がうまく使えるようになれば、お前の人生は確実に好転していくだろう。それでは今日の授業は終わりだ。ありがとうございました。